ビギナーラーニングマガジンへようこそ。感想教員まきめです。今回は昨日まで行られました箱根駅伝のシューズ設計の総集編、こちらを行いたいと思います。まず総集編といってもですね、やはりナイキっていうだけで食ってしまっているので、アルファなのか、ベーパーなのかっていうところがわ、えー、かりづらかったかなと思います。そこでですね、えー、区間順位のベスト5、これに絞って で要は50人対象でまず集計させていたただきましたましずですね、一番印象的だったのは、まあ当たり前ですけれども、島津選手が、まあね、水野さん入っていましたので、まあ、これは1個入りました。ところがね、非常に苦戦したのが、アーシックさんですね、メタスピードが1個と、ね、1割近く全体では占めていたのに、 まあ、残念ながら、もうちょっと、上位には食い込めなかったなと。で、一方でですね、アリザスさんはやはり13%ぐらい取ってましたので、5名の、まあ、1割というふうに結果としてなりました。で、一方で、アルファですね、これ全体で言うと、3割強になったということです。なので、上位、 5名、えー、10区かける50名で考えると、半数以上52、52%がベーパーだという結果になったということです。ところがこれは、ベスト5ということで、今回、区間賞を取った人に絞ってみました。ね、区間賞で絞ると、非常にちょっとわかりやすくなってくるんですけど、まあまあ先ほど言った。4区の島津選手は、 デュエルネオのこのタイプを履いていたので、まあこれはうなずけるなと。で、極に関して言うと、これまあ、匠の古いやつですけども、えー、8、1008で区間賞を取っているということです。まあ、この辺もね、アディオスじゃなかったっていうのもね、もう言い返してみたら、ああ、違うのねっていうことが非常によく分かったケースかなと思います。で、ところが、 ナイキに関して言うとですね、この辺が面白いんですけれども、10区間中2名だけがベーパー。おっていう感じですね。はい。ですから残りの6区間に関すると、アルファと圧倒的に区間賞だけ見ると、アルファ君が買っていたということです。 ですので、全体的なシェアから考えれば、やっぱりベーパーは非常に履きやすさがあるので、どんな選手でも履けるよと。ただ、トップ選手に関して言うと、アルファであったり、他のシューズっていうところが、ちょっと際立ってきたのかなっていうふうな印象は持てますね。やはりそう思っていくと、やっぱりトップトップになってくるとアルファなのかなと。コースだったりとか、その辺を選ぶと、こういったベーパーなのかなと。 いう気がしてならないですし、タブランドもそこにどんどんですね、頑張っていただけて、来年の箱根はどうなってくるのかなっていうのを鍛えたいかなと思います。今回は全体的に言うとベーパ区間賞をするとアルファという結果になりました。まあ、これで箱根駅伝終わってお正月も終わりですね。 市民ランナーとしては今回ら走り込みの季節かと思いますので、ぜひ一緒に走れればと思います。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想をおきいに人、マキミでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。